絵の具を塗って作った色紙で桔梗の花を織りました。桔梗の色を出すために使用したのはメイプルカラー水彩絵の具のローズと空色です。赤と青を使用しても構いませんが、少し濁った色の紫色になります。絵の具をパレットの広い部屋にご飯粒ぐらい出します。水をつけた筆で絵の具を少しずつ取り、混ぜ合わせて紫色を作ります。好みの色ができたら、一辺10センチくらいの正方形に切った紙の真ん中を押さえ、外から中へ塗っていきます。絵の具が外側にはみ出すように塗ります。下には画用紙を敷いておきましょう。外が濃い色、内側に行くほど薄い色に塗ります。真ん中の指で押さえているところは白いままで構いません。1枚できるごとに新しく紫色を作り、同じように塗っていきます。絵の具の混ぜ方で青っぽい紫色や赤っぽい紫色ができます。塗り終わったら、パレットに残っている絵の具を水をつけた筆に取り、下に敷いた画用紙に模様を描いて全部使い切ります。それから絵の具の片付けをしましょう。画用紙は乾かして繰り返し使い、両面に模様がついたら工作の材料にします。紙を乾かしている間に葉っぱを作りましょう。緑色の画用紙を細長い三角形に切り、真ん中に切り込みを入れて糊で貼り合わせます。絵の具で塗った紙を折って、桔梗の花を作りましょう。白い方が外側になるように三角に折ります。開いてもう一度折ります。今度は色が見えるように四角く折ります。これも2回折ります。端と端を持って真ん中に寄せたら、飛び出た部分を左右に折ります。さらに半分に折っていきます。表と裏で4回折ります。折ったところを開いて折りつぶします。4箇所とも同じようにします。先が白く見えるところを開きます。先の部分から斜めに折ります。ちょうど真ん中の部分にハサミの刃や物差しなどを当てて、折り目を強くつけます。先の部分を開いて、折り目のところで反対側に向くように折ります。折ったところを反対側に倒します。4箇所全部同じようにしております。全部折れたら、折り目が見えないところを開きます。中心になる方を細く半分に折っていきます。全部折ったら、細い方を1ミリくらい切っておきます。後でワイヤーを通す穴になります。鉛筆などに花びらを巻きつけます。
花が折れたら、おしべや茎を作ります。おしべには、長さ約10センチの金色の水引きを3本使っています。茎には15センチぐらいに切った園芸用ワイヤーを使いました。水引きをワイヤーでまとめたら、花の中心に通します。おしべの出具合を調節して、花の根元をフローラテープで巻いていきます。途中で葉っぱを2、3枚つけましょう。絵の具で色をつけているので、一つ一つ微妙に色合いの違う花になります。花瓶に生けるなど、お好きな飾り方をしてください。